7月25日金曜日、生産コストの急激な上昇を受け、阿蘇管内の農林畜産業関係者が一堂に会して、飼料、肥料、燃料価格高騰及び木材価格低迷危機突破大会が行われました。阿蘇市にある JA 阿蘇カントリーエレベーターには、暑い中多くの関係者が集まり、皆鉢巻き姿で経営安定に向けて一致団結の意思を新たにしました。以上決議する。平成20年7月15日肥料、飼料、燃料等価格高騰及び木材価格低迷危機突破大会。突破大会頑張ろう。